はい、こんにちは。今回もアランウェイクやっていきますが、前回はこのエピソード5の最後まで行って、エピソード6が始まったとこだったんですが、エピソード6の冒頭が見たいので、ちょっとこれ音量どうかな、大丈夫か、ちょっと大きくなったら調節します。はい、あれ、再びコールドローンレイクへ。ここまでのアラン・ウェイク、闇の存在に操られ恐ろしいホラー小説を書いてしまった。そこまでよ、やめなさい。このまま書き続けてもアリスは取り戻せない。これはホラー小説なのだ。誰一人として助からない。ゼイン、トーマス・ゼインだ。あなたがレディー・オブ・ライトですよね。だがゼインが保険を残していたクリッカーだ。コールドロン・レイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み飛び込んだ。これでアリスに会える。終わらせるんだ。ディパーチャー。ひどい二日酔いだった。頭が割れそうで光が目に刺さる。サングラスと鎮痛剤が必要だった。今度こそもう二度と酒は飲むまいと誓った。二日酔いってこんな感じするかね。これ奥の建物実写じゃないかな。写真を埋め込んでな、きっと。ああ、飲みすぎ詰まったな、昨日は。頭いって、これ、どうすんで、これ。耳慣れがすんからよ。どうすもね、これ。あれ？こっつでいいんだな。そう、これで行きましょうか。W ってなんだべ。サングラスを取らんとね。サングラスのおかげでだいぶマシになった。マシになった。これでもう真昼のヴァンパイアのような気分にならずに済む。もう真昼のヴァンパイア。真昼のヴァンパイア。ああ、そっか。あれだ。唐突に黙っとるね。あの夜明けのヴァンパイアっていうのいるかな。あのインタビューウィズヴァンパイアっていうね、映画ではトム・クルーズがやってたんだけども、アン・ライスっていう人が小説を書いてたんだよね。でその原作のタイトルが夜明けのヴァンパイアっていうタイトルだったんだよね。だからもうやめた。だからまあ昼のヴァンパイアっていう風に言っているんだと思いますが、ただ別にその夜明けのヴァンパイアでサングラスをかけているっていうこと、ああでもあるか、あるわ。インタビューズヴァンパイアのシリーズは非常に長くて、あなたヴァンパイア、レスタトっていうヴァンパイアなんですが、ね、終わってもうただね。終わって終わらん方がよかったかね。あんまね、そのネイティブな訛りではないから、その例えばね、僕が関西弁を真似してたら嫌な感じがするでしょ。そういう感じがしないかなと思って、
で、特に再現度が高いわけでもないので、飽きたのでやめました。恥ずかしくなってやめました。はい。なんだっけ、インタビューズ・ワンパイ鎮ア。痛剤なしではとても耐えられそうになかった。こんな頭痛くなる？二日酔いで。もう飲んでる最中に頭痛くなっちゃうことあるけど。あ、また例の変な寝室だ。洗濯機がここにあって、洗濯機だよね、乾燥機だけ？洗濯機っぽいな。トイレットペーパーがここにあって、浴槽がここにあって、シャワーだけの部屋があって、トイレがここにあって。で、洗面台は2つある。鎮痛剤を取る。鎮痛剤はすぐに効いてきた。これでようやく世界と向き合える。早っ。世界と向き合える。あ、なんか音がミュートされてるような感じがする。寝室を出るって言われてるけど、出らんねえ。飛び降りるのか。よし。うう。これ絶対実写だよな、写真だよ。奥の窓の外がね、妙にリアルなんで、多分実写を入れてんだと思うんですね。寝室を出る。メッセージが一件入っていた。開いてた。また QR コードが、妙に密度が高い QR コードがある。メッセージ、誰からかな。バリーからかな。メッセージは1件です。まだ寝てんのか。起きた起きた。例の番組が録画されてるはずだぜ。アリスがちゃんと撮っといてくれればな。今朝もコテンパンに言われちまったよ。そりゃ確かに昨日ははしゃぎすぎたけどよ、パーティーもビジネスのうちだろ。なあ、これは友人として言っとくが、アリスの言いつけを守ってたらお前さんのキャリアは立ち行かんぞ。じゃあまた後でな、番組見とけよ。これね、奥さんのアリスの職場なんですよ。部屋、仕事新用の作のプロモーションのため、俺は昨夜トーク番組に出演していた。そのオンエアが録画されているはずだっ部屋。あ、た。そうなんだ。アリスは PC で仕事してるんですね。アランはタイプライターで小説書いてるんです。迷惑な話だよ、これ。入稿、だって紙で入稿するんだよ。まあ、いまだに手書きの人も作家もいるって話ですけど、日本ではね。まあ、そういう手書きの人に限って、もう赤も入らず、そのまんま、何も訂正せずに、そのまんまの、様式で連載なりね、新聞なりに出せるらしいんで、そういう人に限ってまあいいんでしょうけど、テレビを見ちゃっていいかな。アリスはいないのかな。
冷蔵庫でかいな。このシンクは何なんだこれ。変なシンクだなこれ。え？おかしくね？あ、でもこのまま洗ったりすすいだりっていうところで分かれてる。で、大体この下に食器洗い機とかがあったりするんですよ。でもそうでもないか。ここでご飯食べるのかな。えらない。すごいとこに住んでんな。あら。ベストセラー作家だもん。さ、じゃあ。そういや、この間この部屋が映った時テレビは箱の中に入ってた。確かこれスピーカー、すげえな、高級スピーカーだ。今夜のゲストはベストセラー作家のアラン・ウェイクさん。最新作サドンストップについて伺います。傑作ですよ、買ってください。買ってください。いや大傑作ですよ。いやここだけの話、それはまずいな。いやいや、いつもならスタッフからざっとあらすじを聞いちゃうんですがね。聞いちゃうんですがね。最初から最後まで全部読んじゃいましたよ。全部読んじゃいましたよ。大ファンなんです。それはどうも。それどうも。まだこの新作を読んでおられない方にはちょっとネタバレになりますが、そんな方がいらっしゃればの話ですがね。この最新作で主人公の探偵アレックス・ケイシーが死んでしまうんですね。ニューヨーク切ってのハードボイルド探偵がですよ。なんだって彼を殺してしまったんです。ひどい人だ。生成しましたよ。いや、このシリーズはもう7年間6冊も続きましたからね。そろそろあの暗い男には別れを告げて新しいテーマを書きたくなったんです。過去からの旅立ちですよ。すごいネタバレじゃないか。作家とはわがままな生き物ですな。ケイシーには随分楽しませてもらいましたが、確かにおっしゃる通り暗い男だ。恋愛面でもついてなかった。ご自身はいかがなんです？ああ、ケイシーの周囲に現れる女性はみんな死んでしまいますからね。自伝的な要素なんて全くありませんよ。うちは家庭円満だし、妻は私のミューズですから。そいつは大変結構ですな。さて、プロモーションツアーの感触はいかがです？順調ですよ。やっと戻れてほっとしてますがね。確かに最近は何かとお忙しそうだ。パーティーや、それに例のパパラッチとの一件とかね。あの記者はあんまり不作法だったんでカッとなってしまってね。反省してますよ。短期で有名ですものね。小説も書いてますがね。その最新作サドンストップは現在書店で絶賛発売中です。まだお読みでない方は今すぐお求めください。それでは今夜はこの辺で。ゲストの皆さんありがとうございました。アラン・ウェイクさん、サム・レイク、もう一度あ、サム・レイクもいる。それだ。そしてホイッツ・オブ・ザ・フォールでした。ではまた。サム・レイクはアラン・ウェイクの脚本家ですね。それでよしとしよう。失態は晒してないから安心してくれ。またお説教かい？突然怒りが込み上げてきた。自己嫌悪と知りつつも目の前のアリス。あ、カットシーン入っちゃった。
まだ怒ってるのか。今朝は怒ってたわよ。夜中どころか朝の7時に帰ってきて話の途中で寝ちゃうんだもの。もう怒ってないわ。あなたは？ツアーのせいで。俺は怒るわ。クタクタなんだ。あら、もうちょっとじゃない。これが終わればまた書けるようになるわ。ごめんアリス。アラン、疲れてるのね。シャワーを浴びてベッドに戻って。ああそうだな。ごめんよ。これが終わったら旅行に行こう。休暇だ。二人っきりでのんびりしよう。うん。ブライトフォールズ、現在クリッカーがキャビンへの鍵だった。アリスを救うには湖に戻らなければならなかった。これ中から開くんだろうか。クリッカー、お腹が空いたら。俺は湖に戻って決着をつける。原稿の最後のページに正しい結末を書き込むんだ。ここじゃ書けないのか。最後のページはタイプライターにある。あれを読まなきゃ続きは書けない。全員は近道をしようとしてそこで失敗したんだ。わかった、いつでも行けるわ。すまないサラ、これは俺だけでやる。バリ、サラの銃を突きつけた。俺が出たらドアを閉めてください。泣くか。バリいいやつだな。頑張れよ。じゃあな。あ、サラとかとはハグはしないんだ。世話になったんだけど。外は暖かく快晴だった。クリッカーのおかげなのか。俺は疑念を振り払った。何にせよ今のうちに湖までたどり着こうと思った。全員の原稿で俺はコールドロンレイクのほとりに立ち、クリッカーを使おうとしていた。そこへ向かうのだ。太陽の下、この見事な大自然に囲まれているとどうしても疑わずにはいられなかった。ひょっとしたら全て妄想なのかもしれない。俺は今もキャビンにいて、頭の中の物語にとらわれているのだ。ハートマンの言うように、アリスの死を嘆くあまり正気を失って、俺の想像力ならそれも十分可能だろう。だが今となってはどうでもよかった。やるべきことはただ一つだった。これ銃持ってるけど構えらんないな。何のために持ってる。これはなんだ、ベライゾン。アリゾン。なんでここから始まったんだろう。ちょっと黄昏出たのか。 It's the law。 バックルアップ。 It's the law。 そうなんだ。あのシートベルトを締めてくださいってことですね。法律ですので。あんまりアメリカ映画でシートベルトしてる人見たことないけど、まあ州法ってのありますからね。これはどっちの道を走るのがいいんだっけ。こっちか。ちょっとこのレスポンスが早いんだ。ライトつきっぱなしだし。あ、危ない危ない。車を乗り換えよう。右側通行。右側通行が正しい。
車を乗り換えて足がつかないようにする必要があった。お、読める。地に足のつかない男地に足とかではなくて、マジスティックモーテル、この先すぐ、快適なベッド、清潔な部屋、ワイヤレスイン、ワイヤレスインターネット、ランドリー完備、全室ケーブルテレビおよび簡易キッチン付き、お約 555N923。 これ何年のゲームだっけな。 Wi-Fi ってそんな普及してた。車を変える必要があるんだ。あの車は手配済みのはずだ。赤い車に乗り換えよう。9.67kbf。 違うわ、 97.6FM。 なんだこんなフラフラするんだこの車。これ字がにじんでて読みづらいな。あ、解像度が急に上がった。いや、画面も、あ、ディアフェストの看板だ。ここまで離れると解像度が下がる。あれ？ひどまりじゃないか。レッカー車が事故を起こしていた。ここからは歩かなければならない。一度接触したせいで闇は俺とつながっていた。ジャガーが近づきつつあるのを感じた。ジャガーが近づきつつある。横田か。ここから歩いてどこまで来るのか。あれ、彼女を殺してやる。あ、避けられなかった。こっちだ。急に夜になっちゃった。ドロップハザード。金網はあるけど、こっちはないんだな。こっち側に行くのかな。あ、原稿落ちてる。闇の存在はもはや小説家に自らの望む結末を書かせようとはしていなかった。え？あの男は知りすぎた。しかもトーマス・ゼインが残した狂気を手にしている。今や闇はコールドロン・レイクに、あの深淵に行かせまいと全力で小説家の行く手を阻もうとしていた。そんな急に闇の存在が趣旨替えすんの？あ、そっか、別にアランにこだわらなくても、まあ今回ダメだったら違うやつを捕まえればいいかっていう感じで、アランはもう見捨てちゃったのか。最終的な、なんかこの自分の力を取り戻す的な目的があるんだと思うんですけどね。闇の存在、あ、車に乗るのかな。これはファミリーカーだな。
すごい。電気自動車みたいなエンジン音がする。この車はダメだな。多分故障してるっぽい。割とスムーズで、あの人たちに構う理由があんまりない。これライトどうすんの？どうかすると、ああ降りちゃった。降りんな。ちょっとバックして。何かボタンを押すと、ライトを調節できる。ワイルドスピードっていう実績が解除された。ワイルドスピードシリーズをほとんど見たことないんです。こっち。ビン様が出てるんですよ。ビン・ディーゼル、ビン様。これは超えていいんだろうか。ちょっと一回降りて、そこの台は思いっきり超えてくれって言わんばかりに台がついてるけど、ここはどこなんだろうか。あ、この先すぐあるって書いてあった宿泊施設かな。でもここを目的地じゃないもん。マジェスティックモーテル。なんだって？ちょっと待って。ご予約時に保証金として100ドルをお預かりします。個人小切手を お取り扱いできかねます。チェックアウトは午前10時です。ペット同伴不可。あ、駐車可能な車は各部屋1台のみです。シニア割引および退役軍人割引についてはフロントまでお問い合わせください。そうね、アメリカはね、退役軍人さんたちがいっぱいいますから。まあ、日本だっていますけども。モーテルの宿長によれば、なんだ今。ナイチンゲールはここの2号室に滞在していたらしい。ナイチンゲール？あ、あの FBI の？ナイチンゲールの話が急に出てきた。ここにも PC あるな。この、これいつなの時代が。このゲーム何年のゲームだっけ？ドームってどれに対して読む？それか。無線インターネットって、無線ってその、ただでっていう意味じゃなくて、フリー Wi-Fi 完備的なことですよ。アランウェイクは2010年に Xbox、 2012年に Steam で出たようです。2010年に Xbox？わざわざ調べていただいてありがとうございます。2010年って、あ、これがナイチンゲールの部屋？すごいな。ストーカーの部屋みたいになってる。アリスの写真ばっかりではないか。アランと関係のある人の写真を撮ってる。調べる。間違いない。ナイチンゲールはここに滞在して俺を追い回していたのだ。すごい、なんかワインとビッグバッファー、読めない。これなんだろう。なんだっけ、チートスじゃないし、そんな感じのお菓子かな。でかいな、黒が。
2010年に Wi-Fi ってあったのか、あったか、まあ、無線の通信はあったでしょうけど、いやそうだよな、2010年って10年仕事は絶対一時それはどうか何に対してそれはどうかなって。これ以上何もないのかな。ま、ない、間違いない。ナイチンゲールはこの部屋から操作してたんだって言ったけど、そんなにナイチンゲールに対して何か。ていたとかそういうわけじゃないんで、そうだったのかっていう感じしかしないんですけども、こっちで慣れちゃったからこっちの方がやりやすいような気もしてきちゃったんだけどな。車で越えればいいのかな。特にナイチンゲールがどうかしてくるとかそういうことではなかったんだな。ナイチン？ん？なんか驚愕の事実とかそういうことがあれ？なんかある？なんだあれ？エアコンの隙間みたいなところになんか資料を挟んでますけどね。なんだこれしかもお粗末な、なんだここに来たことで何かあったんだろうか。要はそのナイチンゲールはどうもその FBI からもう、クビにされたか休職状態かなんかで捜査権がないらしいんですよね、どうやらね。で、単独でこう勝手に行動しているんじゃないかっていう疑惑があったんですが、そうなんだろうっていう証拠なのかな、これは。よくわかんない。モーテルに泊まって FBI が単独でこうやってるっていう状況はありえないだろうみたいなことなのかな。よくわからないけど、まあいいでしょう。目的はそこじゃないんですよ。このお、すっげえ運転しづらい、この車なんだこれ。目的はどう、わーい、なにトラック、うわすげえ、トラクターが飛んできちゃった。ガン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 言ってるけど、別にもういいんじゃないか。こっちに行けばいいのかな。うわー、いっぱいいたまだ早かった。いやこれでいいか。よし。
ボン。なんか来るなぁ、また。あら、なんだろうこれ。前頭と、あ、このオレンジなのは何も、発火性のものじゃない。あ、なんだ、なんだ。お？ああ。こっちの、もやの先に、なんだ、なんだ、何が、え、あー、なんで、どれ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 、これか、落っこちた、あれ、こっちでいいのか。ちょっと、なんで橋が落っこちるんだ。え、いやーちょっと待ってよ。ああ落ちて死ぬのだけはやめてほしい。どっから来てんだこれ。あ、死じゃったよ。なんだよ。このポルターガイスト的なこれ、あんまり面白くないんだよな。あんまり面白くないんだよなって言っちゃってるけど。特にだってな、意味がないんだよ。攻撃されるだけなんだ。すごいチカチカして見づらいし、これどっか落ちんじゃなかった。なんだ。これも避けられんのかな。避けてみようか。まだ来る。しつこいんだよな。しつこい。これか？これか？危ない。ああ、びっくりした今。この隙間に落ちるし、これね、ほんとね、落っこちそうになるのが、ゲームの中で落っこちそうになるのが、ものすごい苦手なんですよね。今、死ぬほどびっくりした。直撃した。あれ、あ、鹿かと思ったら違った。なんだこれ。あ。ああ。で、あの、で、ああ、死んじゃったよ。マジか。最終的に冷蔵庫が飛んできそうになってたけど。あー、これ苦手だなぁ。あ、そうだ。
そのために発煙筒をわざわざ持ったのに。ポルターガイストと戦って進む。なんだ、食らっちゃうんだよな。どっちだっけ。うわーうわー、冷蔵庫はまずかろう。なんで冷蔵庫は落ちてんだ。あー、まだあった。あー、ガムが白黒になっちゃった。どうすればいいんだ。このあと何だったっけ。あ、発煙筒を立てばいいのか。あー、ぶつかっちゃった。ここはこれで OK かな。何だったんだあの影は。マジで。これあれ、わあ、あら、なんだ今。会えて嬉しいよ。会えて嬉しいよ。え？会えて嬉しいよって何に対して言ったんだ。車か。わからん。これに乗ってじゃあ行くか。じゃないか、そもそも。あれ、スタックした。大丈夫だ。うわ、え、降りちゃった。ちょっと待って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 。おおおい、そりゃねえだろ。すげえな。なんだこれ。あ、まだいた。すごいな。車はもうないのかな。
チェックポイントないかな。すごい燃えてんな。俺は歩いてどこかまで行くんだろうか。車で行きたいとこなんだ。車あったのかな。あそこなんか入って、いやもう今更戻るの嫌になってきちゃった特にストーリーの進行に関係なさそう。あ、車あった。あ、でも故障してんのか？あ、大丈夫かな？違う車ないかな？あ、すごいグラグラしてる。え？どうすんのこれいやもうなんかはちゃめちゃになってきた。あーなんだこう、ゲーム性が崩壊してきたな。よし、ここでセーブだ。とりあえずじゃあちょっとまあいい長さになってきたので、今回はここまでにしておきます。はい、で、また次回続きをやっていきます。はい、そんじゃまた。